ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するお車が BMW M135i X ドライブ2020年式 13,500km、 こちらの車両になります。待ってました。え、何を？先週でしたっけ、はい、僕がこの車、はい、発見しまして、はい、入庫するよということで、はい、置いてあったのを発見して、はい、見た瞬間に、はい、取りましょう小島さんということで、はい、なので私は仕入れした時から取りましょうと思ってました。あ、本当ですか。僕はもうお待たせしましたというよりかは、はい、もう待ってましたという感じです、はいはい、というわけでこちらの車両をご紹介します、はい、でまず135なんですけど、概要から2019年にこの F 型で歴代の FR から FF ベースになったんですね、はい、そうですね、はい、結構それって大きな変化じゃないですか。大きな変化でちょうど4年前ですかね。そうですね、うん、すごい話題にはなりましたよね、はい、というわけでそこでミニと共通したそのプラットフォームだったりだとか、はいはい、エンジンだったりとか使ってる車になったと、はい、なので差別化結構難しいかなと思ったんですけど、うん、今日いろいろちょっと撮影前に触ったんですけど全然違うっすね。そうですね、そこはもう違います、はい、そしてですね、今撮ってるの午後なんですけど、はい、午前中に、はい、ミニの、うん、まさにこのエンジンを積んだ、うん、車、うん、いろいろ撮影して、はい、乗ってきたところでございます、はい、なのでちょっとその辺の違いも、うん、今ちょっと記憶が新鮮なうちにお届けしたいと思います、はい、でこのミニと共通に使われてる UKL プラットフォームっていうのがなんかどうもこの後結構長く使いそうみたいです、うん、はい、なんか内燃エンジンとかハイブリッドとか EV とか、まあ、いろんなのに対応できるそのプラットフォームということで、割とここからまた長い FF の歴史始まるんじゃないかなと。そしてですね、この車、もう一つポイントとしてはオプション意外に少ないですね。パッケージがいくつかポンポンポンってあるぐらいで、なんか細かくこういろいろやるっていうのはあんまりない感じかなと。そして今回のお車、僕がすぐ取りましょう、多分小島さんも同じことを思ってくれたポイントとしては、車外パーツ盛りだくさんということで、これいやらしい話なんですけど、僕これ車外パーツ定価から合計金額を計算しました。約190万円分ぐらい車外パーツがついてると。でしかも工賃これ計算してないんで、はい、多分前オーナー様が支払われた金額は、はい、多分200万円を余裕で超えてくる金額を支払われて、はいろいろカスタムされたお題ということで、はい、こちらのお車をご紹介します、はい、でまずエクステリアから見ていきたいんですけど、はい、これボディカラーめっちゃ珍しいですね。そうですね、これもあれインディビジュアルだったのかな。あ、インディビジュアルカラーなんですか。オプションでこの優勝カラーになってますから、はい、でこちらがストームベイメタリックって言って、川瀬さん見たんですけど、はい、ほぼない。135っていう時点で、まあ、結構少ないじゃないですか、うん、まあ圧倒的に普通の 118D か、はい、だったりとかっていうの多いんで、135はもう圧倒的に少ないんですけど、その中でももう在庫の半分以上がホワイトなんですよ。白で他の赤とか黒とかっていうのも少ないんですけど、うん、その中でも一番少ない。少ないですね。だから多分今中古車情報サイトでも1台か2台しか出てない。皆さん選ばれないんですかね。どうなんですかね。これをカタログカラーで選ぶ勇気があまりないのかもしれないですし、もしかしたら新車のオーダーでなかなか選べないっていう、これじゃあこれ頼みますよ6ヶ月1年ですよってなってたのかもしれないですよね。なるほど、はいということでおそらく市場にもほとんど流通してないじゃないかなと。ただ車めちゃくちゃ似合ってません？うん、でもこの系統の色って結構今どのメーカーさんも人気のある色のジャンルじゃないですか。ちょっとネズミ色みたいな、はい、割といろんなブランドでありますよね、はい、1シリーズのなんかこのエクステリアデザインに今回めちゃくちゃマッチしてるなと、はい、そして寸法の方が4355、前幅の方が1800、そして前後の方が1645ということで、FF になってもそんなに変わってはないみたいですね。そうですね、はい、ちょっと一回り大きくなったかな、はい、あと駆動方式変わったらホイールベースすごい影響出るかなと思ったら、ホイールベースもあんまり影響ない。2センチぐらい短くなってる、でその分なんか内装が結構広く取れてたりとか、リアとかがね、この辺の違いがあるみたいです。であとはおなじみ M 何々だったらこのセリウムグレーのパーツじゃないですか。そうですね、今回うまく使われてますね。グリルだったりだとか、このバンパーのそのダクトの部分だったりだとか、あともう一ついいなと思うのは各パーツ素地のパーツがない。あ、そうですね、はい、ザラザラパーツないですよね。ないですね、ないですね。グリルの中もそうだし、こっちのバンパーのダクトのこの網も、そして下側のリップも、これ塗ってないですもんね。塗ってないですね。なんで割と高級感があると。ここでバンパーのね、ここもちゃんと抜けてるからね。本当だ。はい。結構ダミーありますからね。ダミーありますからね。はい、一応エアカーテン的なこのタイヤハウスの中からこう出てくるようになってると。であとはもう一つエクステリアといえば、今年マイナーチェンジ発表されたんですか。そうですね。はい、でデリバリーはなんか今年末からということで、はい、ホームページに今両方載ってる状態みたいですね。はい、で結構変わりましたね、エクステリアデザイン。エクステリアデザイン、そうね、変わってる感じしますけど、うんって感じですね。これはノーコメントって感じですか。そうですね。まあまあ好みあるのかなと思います、あれは。はい。僕個人的には結構衝撃で、うん、なんかフルモデルじゃないかなっていうぐらいなんか目つき変わったっすよね。目つきはそうですね。はい、結構好み分かれるとこなのかな。はい、歴代のこの BMW の流れをこう受け継いでるこのヘッドライトだったり雰囲気はここまでかなっていう。そうね、ちょっと変わりましたからね。そうですよね。はい、なのでその辺もかなり個人的にはいいポイントじゃないかなと。そしてあとポイントとしてはこの下のこのリップの部分、はい、これが M パフォーマンスのエアロ。そうですね。はい、こちらはフロントサイドリアって感じですか。はい、ついてます。一周ついてると。はい、そして横に回っていきまして、お待たせしました。はい、アフターパーツの部分。はい、なんとホイールが BBS に交換されてると。でしかもこれ BBS も日本の単造のやつですよね。はい、いやらしい話計算したんですけど、1本10万円以上いたします。はいはい、というわけでもちろん品質に関してはもう僕がぐちぐち言うまでもないかなと。はいはい、こちらのホイールでしかもこれもなんかめちゃくちゃ似合ってるなと思ったんですよ。うん、合ってますよね、カラーに。はい、なんか主張しすぎず、ちゃんとなんか高級品、一流品がついてますっていう感じで。そしてそれに組み合わせるタイヤは BS のポテンザ、はい、2254018。こちらサイズはじゃあ変えてない感じですかね。サイズ感は変えてないと思いますね。はい、そしてサスペンション、こちらが BMW チューナー、はい、AC シュニッツァーのダウンスプリング、はい、こちらが入ってるということで、車高も結構いい感じに下がってるかな。いや結構ね低いんですよこれ。低いですよね。結構低いですこれ。はい、でもなんかやりすぎてない感じしません？でもちょっとやっぱり動かすじゃないですか。やっぱり通常の車下げてるよりかはやっぱり M パフォーマンス入ってるんで、結構低いなっていうイメージありましたね。はい、エアロプラスローダウンなんで、そうそうです、はい、少し気使うかな。気を使うと思います。もともと1センチダウンぐらいですよね確か。そうですね、はい、そこからさらにダウンスプリングで下がってると。だからなんでスタイリングがめちゃくちゃいいなっていう。うん、そしてあとは横も M パフォーマンスのエアロ。はい、これ車外みたいですね。ほぼ車外でしょう。そんな感じしますよね。はい、すごいここがそれ至ってる。はい、こちらの社外のだからまあなんていうんですかね、M パフォーマンスが出たことによって社外のエアロメーカーって結構驚異的にびっくりしますよね。ああ、そうですね。価格安いですもん M パフォーマンス。そうですよね。うん、でしかもかっこいい。かっこいいんですよ。そうなんですよね。はい、でしかもディーラー入庫も、はい、うん、できたりしますし。できるじゃないですか。はいはい、なんでこの辺だからアフターバーストの組み合わせ的にも結構いいかなっていう気はします。うんうん、そうですね。そしてあとは各部全部黒くなってて、はい、窓枠だったりだとかミラーもおなじみセリウムグレー、はい、こんな感じになってると。そしてあとちょっと前で飛んじゃいましたけどブレーキも135なんで、はいはい、大きいブレーキも入ってると。でこの辺もミニと割と共通じゃないかなって、キャリパ共通っすよね、うん、この辺に関してはこの後乗ってみたいと。ミニのジョン・クーパーワークス、ジョン・クーパーワークス GP です。 GP の、はい、GP の共通です、ね、午前中乗らせていただいたのがジョン・クーパーワークス GP なんで、はい、その辺と共通じゃないかなと、はい、まあ気になる乗り味の方は乗ってみたいと思います、はい、あとポイントとしては4駆ということで、はい、でなんかいろいろ資料を見たらマックス50対50ぐらい、はい、だら基本 FF なんですよね。基本 FF ですね。で状況に応じてリアも駆動するような4駆のシステムということで、はい、この辺は乗ってみたいと思います、はい、そして後ろに回っていくと後ろもやってまいりました、はい、M パフォーマンスのウイング、はいはい、これオプションでも選べるのって135だけですよね。だけですね、はいはい、というわけでこちらのこれもなんか車外みたいじゃないですか。車外です。 A3545、はいのウィングもびっくりしましたけど、そうですね、はい、それぐらいのなんかインパクトありますよね。まあまあインパクトありますよね。はい、そしてあとこの辺のエンブレム類なんかも、はいはい、セリウムグレーになってて、はい、でリアバンもかっこいいっすね。なんかテールランプも、うん、かっこよくないですか。いやかっこいいです。だからもうやることないですよね。だから、うん、なんか歴代一番かっこいい気がするんですけど、うん、というわけでこんな感じの、はい、そして今回マフラーが、はい、なんとレムスのマフラーに交換されてると、はい、でこれバルブ付きっすよね。はい、バルブ付きです。はい、というわけでこれもでしかもこれも買うと、はい、定価20万円以上ということで、はい、高級品が、はい、気になるサウンドはサウンドチェックで確認してみたいと思います、はい、続いてトランク見てみたいと思います。えあ、びっくりした。はい。電動っすよね。電動です。はい。というわけで開け閉め電動の、今多分引っかかっちゃってた感じだと思うんですけど、はい、パワーテールゲートになってると。そしてトランクの方が、なんか先代より20リッターアップ、はい、ちょっとだけ大きくなってる、はい、380リッターのトランク、これそのまんまはゴルフバッグ無理ですよね。無理ですね。倒しますか。倒しましょう、うん、はい、リアシート倒していただいて使っていただく感じになると思うんですけど、くぼみがあるんですよね。くぼみがこれってここ平らにするパッケージみたいないんですか。どうだったかなこれ。なんかミニだとなんかストレージコンパーメントパッケージとかあるじゃないですか。ちょっとそれすみません。ここフラットにしたいっすね。これってだから、はい、僕的には、はい、FRFF にしました感を出したんじゃないかなと思うんですよ。広くしましたよっていうのをあえてこうなんか分かるようにしたんじゃないかなっていう。確かに後ろ、はい、はい、そうか、容量をやっぱり多くしましたよっていうのを、はい、多分なんか。でも、うん、四駆になってるから後ろのシステム的にはそんなに変わってないはずですよね。やっぱりそうなのかな。でもそれが売りじゃないやっぱり。もうだからちょっとこれ使い勝手選びますよね。はい、ここへこんでフラットになってないんで、まあなんか大きいものを入れるとか長物を入れる時は少し使い勝手が。でもしかしたら純正オプションとかなんかパッケージとかでここ蓋するやつがもしかしたらあるかもしれないですけど、今回ご案内してるお車はないということで。はい、まあここは良しとするか、と思うかは、まあ使う方によってちょっと、はい、ありますよね。でこの下はないんですよね。ないです。ないですよね。開けられないですよね。というわけでこんな感じのトランクになっております。続いてインテリア見てみたいと思います。でさっきちょっと気になったんですけど、このプラットフォームミニと一緒じゃないですか。午前中撮ったミニと、ドアの閉まりと全然やっぱり違うんですよね。何なんですかね。もうね一緒にしちゃいけないんですよ。はい、やっぱりもう明確にもう分かれてますよね。本当にだからなんか共通点探すとやれそのプラットフォームとかエンジンとか出てくるんですけど、やっぱりちゃんと演出されてるしちゃんと作られてる。そして今回のお車はこのダコタレザーのシート、こちらがオプションで入ってるということで、これもあんまりないんじゃないですか。結構います？いやでもいらっしゃると思いますよ。あ、本当ですか。はい、なんか僕いろいろ今回読み物を読んだんですけど、皆さんアルカンターラとファブリックのコンビのシート、あれはちょっと売りなのかわかんないですけど、広報車なんかもそれを使ってるのが多くって、今回のこのダコザのシートいいっすね。高級感あるし、専用のこの M パフォーマンスのシートなんで M のスポーツシートかなので、非常に構造性も高そうだし高級感も演出されてるのでかなりいいんじゃないかなと。であとは各部やっぱり M カラーが入ってますね。シートベルトだったりだとかシートの端っこのところだったりとか、そういったものもちゃんとくっついてる、そういったものもちゃんとあると。そして135になるとやっぱり装備もよくって、 205W 10スピーカーの HiFi サウンド標準、あとシートヒーターだったりも標準なんです、はい、そしてあとはナビの方には BMW Intelligent Personal Assistant、はい、HiFi BMW でしたっけ、はい、はい、その辺なんかもしっかり入ってる。あとはおなじみの 10.25 インチのフルデジタルのメーターだったりだとか、まあその辺なんかもしっかりついてると。ヘッドアップディスプレイもついてます。はい。はい。パーキングアシスト。はい。あとはそのさリバースアシスト。リバースアシスト。はい。それもまあ使い勝手はあれですけど、やっぱついてますよね。その辺なんかの装備も充実してると、こんな感じになっております。続いて乗ってみたいと思います。ああ、この音が BMW です。パンポーンっていう。はい。あ、ここもちゃんと135のスカフプレートがついてて、あれなんだっけな、最近なんかスカフプレートがなくなってるって言って衝撃を受けた車を見かけた気がします。忘れました。忘れました、はいはい、知ってる方いたらコメントいただけると助かります。そして乗り込むと、いやーもうこの安定の BMW ですよ。そうですね、はい、うん、BMW 信者なんてことで、はい、そしてシートの方はフル電動、はい、標準とあとナンバーサポートもついてるんですよね。そしてメモリーは2つ付きでございます。だいぶ良くないですか。いいですよ。はい。1シリーズでこの装備ですよ。うん、そしてシートヒーターも先ほど触れた通りついていると。そしてステアリングはこんな感じ。ナッパレーザーのステアリング。ナッパでしたっけ。うん、はい。こちらのステアリング。はい、だいぶいいっすね。ステアリングの質感も。うん、ちょっと相変わらず太めですよね。はい。ちょっと太めですけど。でパドルもついてて。はい。はい、そしてメーターはこんな感じで。はい。フル液晶のこちらのタイプ。でなんか表示こそ一緒ですけど、うん、この上の3とか5とか、うん、あれよりかもちょっと一回りちっちゃいみたいな書いてありましたよ。あ、そうなんだ。それはあんまり感じなかった。確かになんか確かにギュッてなってる感じしますよね。はい。こんな感じのメーター。そしてセットアップディスプレイ。そしてこちらのナビ。この辺ももうおなじみですもんね。そうですね。はい。システム共通なのめちゃくちゃいいと思うんですよ。いいと思う。はい。車乗り換えたりしても困んないじゃないですか。国産車って車によっても全部レイアウトも違うし、中のユーザーインターフェースも違ったりするじゃないですか。その辺やっぱり欧州車いいなっていう。でもこれってさ、やっぱり新しくなったじゃない。これもマイナーもこう画面になっちゃうけど、やっぱり今両方見れるじゃない。どっち好みとしてはもう今ね、最近こっちの方が好きなんですよね。でっかいあれよりかは。あれもあれでちょっと近代的でいいんですけど、難しいっすね。好みだと思いますけどね。でもスタイリング的には絶対僕分かれてた方がいいと思う。なんかもう取ってつけた感すごくないですか、最近のパネルボーンみたいなのって。なんでまあインテリアのデザインとしてはやっぱり分かれてた方が、もうよく言えばちょっとこのアナログ表示の方がまあね気がしますけど、そんな感じがします。そして今回のお車はインターフェース、外部入力できる機械がついてるということで、かけちゃっていいですか。はい、この1番ここに地デジがついてるということで、はい、こんな感じで地デジが見れるようになってると。でこの辺後付けなんで、全部純正の機能を生かしたままそんなのができるようになっております。そしてエアコン周りも全部出てますよ。出てますね。いいっすよね。そしてこちら置くだけ充電もしっかりついてて、ドリンクホルダー、 USB、 この辺セットで全部一緒ですもんね。そうですね。そしてセンターのコンソールはこんな感じで USB が1系統だけこんな感じでついております。はい、ちょっと止めちゃいます。はい、あ、そっか。あと今回のお車はアダプティブのサスペンション、こちらもオプションでついてるということで。そうですね。これ乗り味は乗って確認したいと思います。そして足元、人間工学ってドイツ発祥なんですか。へえ、それわかんない。なんかなんかで聞きました。でBM って人間工学に基づいてこのコックピットとかデザインされてるんですよね。なので BM でマジでっていうペダルレイアウトは見たことないです。というわけで。安定の、そしてなんかカバーもかっこいいじゃないですか、はい、できればこのフットレストにもこのアルミのカバー欲しかった気しますけど、こんな感じのでブレーキもドセンターなんで非常に乗りやすそうです。そして上に行くと1ってなんかこの黒のアンスラサイトの天井、M だけじゃないんですね、というわけで全部黒のバイザーなんかも黒のこちらの、天井になってると。で今回のお車はドラレコがついてるんですね。はい、ドラレコついてます。レーダー探知機とかはないと。はい。で上にこれ多分インターフェースかなんかの受信機かな、地デジかな、どっちかついてますけど、こんな感じになってると。そして1とか結構ミラーの視認性もすごくいい気がするんですよね。ハッチバックだからか後ろも見える。そして後ろもドライブレコーダーついてるんですね。はい。前後でついてると、こんな感じのインテリアになっております。続いて後部座席見てみたいと思います。後部座席はもう小島店長が乗り込んでおりますけれども、なんか FF になったことによって後ろが少し広くなってるっていう説があったんですが、でも四駆なんであんまり関係ない気がするんですけど、どうですか。四駆だ。でもそれって118もそうだから関係あるんじゃないの。そうでもないのかな。どうなんですかね。でも実際私身長168、腰をふとやって1個頭1個、まあこのサイズだったら全然じゃないですか。普通です。広くもないけど全然不満がない、不満もない感じで、で装備的なものはさすがに1なんで、そんなにこう至れり尽くせりっていう感じではないじゃないですね。はい。エアコンの吹き出しだけ、吹き出しだけですね。温度調整とかもできないですね。何もないです。 USB とかあるんですか。ないです。あ、ないんすね。ないです。 USB は欲しかったっすね。充電はしたいです。前にしてください。はい、まあありますからね、前とこのグローボックスの中にあるんで。ここはだから後部座席ってそんなに重要視っていう感じのあれじゃないんじゃないですか。確かに。例えばご家族でお子さんが乗るとか、あとはお子さんがまあ独立したりとか、で家族ご夫婦で乗られる車とか、そういう感じのだから家族やファミリーカーじゃないですよ。確かに基本2人運用で、まあ時々乗られるとか、あとはもう若い方が2人。ちっちゃい子さんが押せるとかっていう感じの、確かに常時3人4人で乗る感じではないのかなっていう気はします。っていう感じなので後ろの後部座席はまあでも全然苦じゃないですし、視界も悪くないですし、そして視界といえばリアのウィンドウチェックお願いしてもよろしいでしょうか。さあ、全部開きますね。けど窓のやっぱりちょっと小ささというか高さのなさは、なんだろうな、やっぱりここはやっぱり広く感じるので、ここはやっぱ狭くは感じますね。確かに、うん、こんな感じのウィンドウになって、そしてこれドアのこのモールというかトリム、これアンビエント入ってるんですね。そうですね、ちょっと開いちゃってると見えにくいですけど、うん、これいいっすね、だいぶまあ雰囲気ありますよね。はい、はい、こちらもついてると、こんな感じの後席になっております。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 1998cc 直4ターボ、はい、馬力が306馬力450ニュートンということで、はい、午前中撮影させていただいたミニジョン・クーパーワークス GP と同一スペック、はい、同一エンジンでございます。はい、そしてこれに組み合わせるミッションの方が8速オートマン、パフォーマンスとしては0-100 4.8 秒、うん、4駆やっぱり速いですね。速いですね。でマックス250キロっていう、うん、とんでもカーになってると。で今回のこちらの型から、FF ベースになったということで、はいはい、エンジンも縦置きから横置きになったんですよね。そうですね、だから135だったら4気筒から6気筒に変わったんで、あ、そうですね、そうですね、はい、だからエンジンの気筒数も変わって、すごいそこが大きな違いですよね。でしかも横置きになったって結構でかいと思うんですよ。駆動方式もあるんですけど、そのエンジン置き方こっちに置いたら揺れがこういうわけじゃないですか。まあ加速したりとかエンジンの動きとかってこういう動きになる。で縦置きだったらこういう動きだったとか、だから車のなんか走りだいぶ違うんじゃないかなっていう。だからよりやっぱりライバル車ゴルフだったり A クラスだったりそういうのに近づきましたよね。ああ確かに、全部がなんか戦国時代が始まりましたね。いや、そうねまあそうですね。ちょっとBMW だけ別格だったじゃないですか、このサイズで FR っていうちょっと別のとこ走ってた感じしますけど、なんかその戦国時代のとこにこう参戦してきた感じしますよね。だからこれがやっぱりデビューした当時ってやっぱり正直賛否両方ありましたよね。やっぱり BMW じゃないっていう人もいましたし、やっぱ新しいBMW だっていう方もいらっしゃったんで、やっぱここはこれから乗っていただいてツッチーの感想はすごい楽しみかなと思います。ちょっと確認しましょう。はい、はい、そしてこれトルクベクタリングじゃないや、トラクションコントロール、BMW だと DSC ダイナミックスタビリティコントロールでしたっけ、うん、それのなんかすごい版がついてるみたいですね。ARB っていう、はい、なんか反応速度3倍らしいですよ。そこは知らなかった。そうなんです。それはもう僕には分かんないですけど、試しようもないと思うんですけど、そういったものもついてると。で当然のようにトルクベクタリングもついてますし、はい、あとは135になるとトルセンの LSD もついてるみたいですね。だから街乗りというか、まあちょっとワインディングだったりとか、熱い走りをしたりとか、まあ中にはまあサーキットとか行く方もいらっしゃるんですかね。いるんじゃないですかね。わかんないですけど、そのぐらい熱い走りにも応えてくれるこんな感じのエンジンになっております。あ、一応ね今回純正タイプ型のエアクリも純正置き換えのフィルターも入ってるということで、こちらメンテナンスできるタイプですよね。そうですね。はい。なので給気効率も上がってる。じゃあ給排気今回やったら感じですね。そうですね。やっぱり基本給排気やった方がいいですもんね。まあできれば。ですよね。はい。というわけで毎度のことながらノーマルの状態よりかも先に改造車のレビューになりますけど、はい。この後お届けしたいと思います。続いて動画類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい。小島さん、大変なことを気がつきました。ホームページ15,300キロって書いてありません？うん。15,000キロじゃないですか。いやだ、うち多めに必ず載せるんですよ。逆サバ読み。いやいや、でもこの人納車される時に確かに見てる距離より多かったらちょっと嫌じゃないですか。確かに納車準備でこう動かしたりもありますからね。そうですね、点検整備とかで走ったりテスト走行とかするので。というわけで正確な走行距離が知りたい方はお問い合わせいただいた方が、表示走行距離はちょっと持ってる。店舗によって違うかな。うちは多めにしてっていうことがあるみたいです。そしてですね、ちょっとやらしい話していいですか。やっぱり車を買うにあたって価格って重要じゃないですか。でこの135がどことバッティングするのかな。で調べたらこれうまいことできてるっすね。ベンツの A35、アウディの S3、あとゴルフ R、その辺と思いっきりバッティングするようになってですね。パッケージ内容的にも4駆。300馬力ぐらい、はい、で価格もまあ600万円前後、やらしいっすね。いやでもこれをだから総売りで出てたんでしょ BMW は。ああ。だからもうあえてさっきも話しましたけど FR じゃなくて FF にして4気筒にしてさあ行くぞ BMW っていうところでそこに突っ込んでったわけですね。突っ込んでったわけじゃないですか。でそれを調べる途中で気がついちゃったんですけど。はいはい、新車価格の値上がりえぐい。これカタログ年ごとにあるんで見たんですよ。この年式の2020年式、新車価格633万なんですよ。その2年後の22年式のカタログ見たら690万になってますよ。60万も値上がりしてるんですよ。それぐらいはでもありますよ。高くないっすか。いやだって1割ぐらい値上がりしてるってことですよ。ラングラーとかなんかすごい。いやまあまあまあそうっすよね。ゲレンデ G6 さんなんかえぐいですけど。えぐいですけど、だからそこら辺は全然そのね、まだまだ。だからそれ考えたら、うん、その価格がそんなに上がる前の20年式でパーツがこれだけ盛りだくさんついててって言ったらめちゃくちゃお買い得だなと思ったんですよ。っていうちょっとやらしい。やらしい。やらしい話。本当ですか。そしていきます。いいですか。最高じゃないですか。で外で聞いてて思ったんですけど、基本エンジンもミニと一緒じゃないですか。音全然違うっすね。ミニにレムス入れた時こんな音じゃないっすよ。違う音してます。違う、長さも違うんじゃない。ああ、排気レイアウトの問題なんですか。排気のあれでもあるでしょ。だって昔で言ったらバンセのグランツ MC とオートマで音全然違ったじゃないですか。マフラーのこの流れが変わるだけで音違ってたりするじゃないですか。あとセッティング違うと思うんですよね。馬力こそ一緒かもしれないけど、もうね、走り出す前に言っていいですか。ミニの比較しちゃダメです。いやでも午前中に同じエンジンの車乗ったんで、同じエンジン同じプラットフォームの車乗っちゃったんで、どちらかというと多分皆さん知りたいのは、僕は A35 とかS3 とかそのとの違いっていうのを多分皆さん知りたいと思うんですよね。A35 乗ってくればよかったな。なかったんですよね。はい、行きたいと思います。はい。でも A35 でもね、でも A45 とスパルタンじゃないですか。はい。そうですね、そうですね。だからそのツッチーの言うその1個下の最強説。はい、ちょっとここで。ああ、こういう感じですね。すごいなんかスムーズなんですけど。うん、足はですね、やっぱりダウンスプリングなんで少しこうあるっす、うん、ちょっとピョコピョコ感が、うん、ただ全然で、今モードはノーマルっすよね。ノーマルだな。ノーマル、あ、今スポーツにしちゃったからだ、スポーツ、はい、ただなんだろう、すっごいスムーズっすね、うん、あとボディ硬い硬いっす、はい、めちゃくちゃしっかりしてる感あるっす。これもスポーツだと乗り心地結構ガチガチなんですよ。へえ。なのでよく言う、例えば家族とかで乗られて、はい、奥さんが乗り心地にうるさい方は、はい、スポーツにして乗っちゃダメだって。あ、今ちょっと空ぶかしがしたいがためにスポーツ入れてたんで、はい、ノーマルに今戻したんですけど、すごいノーマルだとしっとりしてる、うん、さっきのちょっとペコペコしてたのが全然より落ち着いたっす。結構その差が大きいんですよね、コンフォートとスポーツの。確かに明確に違うっすよね、うん。いいかもしれない、うん、結構やっぱり家族に乗られる方が多いじゃないですか、はい、奥さんが平日は乗るけど週末はちょっと旦那さんがこれでスポーツに乗るっていうのは、からその両方味わえる車だと思うんで。そして意外にロードノイズとかめちゃくちゃない、静か。そしてブレーキめっちゃ効く、めっちゃ効きます。でもね、ロードノイズは多分タイヤで変わると思います。多分もうちょっとノーマルの時してた気がしますね。でもポテンのそんなにめちゃくちゃ静かなタイヤじゃないじゃないですか、デシベルとかじゃないから、もっとしてもいい気がするんですけど、割と遮音性が高い気がする。外の音あんま聞こえないですもんね。聞こえないですね。もうスポーツにしちゃいますか。いいですか。もう2周はしないですけど。はい。かしこまりました。先に言ってこないと。すみません。反省します。あ、もうスポーツにすると明らかにアクセルのつきが良くなるです。さっきの加減でアクセル踏んだらもうグイーンって出ちゃう感じ。そして足はやっぱりピョンピョンするです。結構硬い。硬いですよ。はい。ステアリングがちょっと重くなるです。はい。多分動画で僕たちのこの頭の揺れを見ていただくと。いいですか。はい。ああ、早い。でもちょうどいいっすね。ちょうどいい速さ。パハーって感じじゃなく、楽しく走れる。でこのボディサイズにすごく合ってる気がします。あ、ブレーキそうだ。これ手出すと入ってるんだ。ちょっとだけ最初の初期制動が本当に少しだけ甘くなってる気がします。だ全体的にはやっぱりめちゃくちゃ効くっすね。このデカブレーキなんで。楽しいな。だって BMW が FF 作る時代ですよ。そこに関してはちょっと僕の見解を言わせていただきたい。BM って FF ずっと作ってこなかったじゃないですか。で2000年でしたっけ、そのミニを傘下にして初めて FF 作りに着手するんですよね。けど今まで FF 作ってこなかったから、FF のノウハウがなかったんですよね。でどうしたかっていうと、そのクラシックミニのなんか技術者とかを結構入れたみたいですね、引き継ぎで。どうにかこうにか作って、FF なのにリアがマルチリンクで、でエンジンをアメ車のエンジンを乗せるっていう、そうですよね。でなんとかどうにか形にして、もうリアのストロークとか全然ないけど、で発売したのが初代ミニじゃないですか。で2代目になって、まあ最初の初代ミニのプラットフォームを引き継いで、でエンジンはなんかプジョーとか、フランス車系のグループのエンジンと共同開発ですよね。でそれもどうにかこうにか形にして、で3代目でもうフルオリジナルの FF の BMW が誕生するわけです。完成したんだよね。で本格的にこの1シリーズにそれが投入されたっていう。だからもう熟成はもう仕切ってる FF じゃないですか。だからここの1シリーズから初めて FF にチャレンジしたんじゃなくて、実はその前からずっとミニブランドでやってきたっていうことなんで、そらこれ出来がいい車仕上がりますよ。もうそれこそ本当に S3、A35、ゴルフ R 戦ってきますよ。いやでもその FFFR っていう別にまあどっちでもよくないけど。どっちでもいいぐらいな出来ですよね。そうですね。出来はものすごくいいと思います。いいと思います。キャラクターはやっぱり前方よりちょっと明確には違うと思うんですけど、FR の時代が変わったってことですよ。いや、そしてちゃんと走る楽しさ残ってるっすね。だから A35 と S3 とこの135でもう明確に車が違う。一番走って楽しい気がするっす。ちょうどだから出てやっぱ4年経つんで、値段って意外にそんなにやっぱ落ちてないんですよ。135でもやっぱり300後半400台なんで、だからまあでこれからまたちょっと118でもそんな下がってないから、まあ車下がらないっていう買い方って僕あんまりまああれのおすすめはしないんですけど、欲しい車買ったりしてる。でもそう考えると僕は安定してる車だと思いますよ。いやパッケージングがやっぱりよくできてるし、走って楽しい、さっきブーンっつってあ気持ちいいと思っちゃったっすもん。まあもちろんそのスーパースポーツと全然レベルは違いますよ、けどこのスムーズさと、なんか本当によくこう調律されてるというか、長く乗れる、乗れるしね、使い勝手いいし、使い勝手いいですし、荷物積めるし、装備いいし、でもこれがこの価格で買えるって結構驚異的じゃないですか。そう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 ね、いやこれちょっと新車で買った作った方ありがとうございます感じですよね。そうですね。だってその方は800万以上かけてるわけじゃないですか、改造費入れたら。そりゃいいに決まってますよね。そうですね。いやーいいな。いや楽しいです。ツッチーあれじゃない？ちょっと135買っても今後買ってもいいリストの中にちょっと、ああ全然あり、全然ありだと思うんですよね。ただ今家の車3なんで、もう1個大きい車が欲しくなっちゃうんですよね。まだ人を乗せる機会、子供を乗せる機会多いんで、だから本当にさ途中小島さんがおっしゃったように、その基本2人運用の方の方が向いてるのかなっていう。大人4人フル乗車で常時使うってなってくると、結構、だからそれ子供とかだったらいいですけど、だから基本大人2人後ろに乗るのはまあ乗っても子供までっていう運用だったら、まあ割とゆったり使えるかなっていう。大人常に3人4人だとちょっとやっぱり窮屈さはまあ否めないのかなと。そういう方はもうちょっと3以上に行ってもらった方がいいかなと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、いい車だったっす。じゃあ最後になりますけれども、はい、毎度おなじみ市場がノーマルじゃなくて改造車の状態だったんで、どこまで参考になるのかわからないですけど、ただ今ノーマルで乗られてて、まあタイホイール変えたらどんな感じだろうとか、足回り変えたらどんな感じだろうとかっていう方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと。そうですね。今回車両紹介させていただきましたけど、この車をまた自分の頃とこうベースと合わせていただいてね、参考にしていただければ非常によろしいかなと思いますね。そしてこういったカスタムされた車の買い取りもお任せくださいですよね。そうですね。まあ今回買い取りさせていただいたんですけども、うちは何台かですね、買い取りもさせていただきましたし、もちろんそのディーラーさんの査定額も聞いたんですけど、やっぱりそこら辺これだけいじっている車っていうのはやっぱりちょっとディーラーさんだと評価できなかった部分があったので。うちの方も値段はつけさせていただいたんですけど、まあ、そういったものぜひ一度声だけでもかけていただければと思いますね。はい、ちゃんとアフターパーツの価値と、分かってますからね。自分たちで言うのもなんですが、ぜひカスタマイズされた車もお気軽に買い取りご相談ください。というわけで今回は BMW M135i X ドライブをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。